どうも、国さんです。今回はですね、青森2日目でございます。私が今いるところはですね、青森県のむつ市でね、後ろにあるのはね、初日で泊まった羽屋ホテルになります。これからですね、恐山の方に向かいまして、恐山の中にあるね、露天風呂、これをね、浸かろうと思ってます。そしてその後にですね、さらに北部に行きまして、今回のね、目的である大間崎、大間のマグロ、これをね、食べようと思ってます。それが終わりましたらね、ずっと南下してきまして、青森市の方に戻りまして、ここからね、関東の方に戻ろうと、そういう流れとなっております。それではね、まず最初の目的地、恐山の方に向かっていこうと思います。はい、恐山のね、途中のところでちょっと止まったんですけども、こちらにですね、恐山霊水というものがね、あります。この霊水はですね、この目の前にある看板を見てみますと、その霊水なる水は不老水とも謳われ、登山する人を喜ばせていると記載されておりますね。これを飲みますとね、一口飲めば10年長生き、二口飲めば20年長生きと、長寿の水としてね、謳われてるみたいです。この水はね、なんかずっと行きますとこんな感じで山の奥の方から水が流れて出てきてるみたいですね。はい、下の方を見ますとね、お賽銭みたいな形でお金をね、ここに投げてる方もいらっしゃるみたいですね。はい、でここにですね、コップもございますので、まあこれ使っていいのかな。うん、じゃあちょっとこれをね、これで水出てますので、ちょっとコップ洗って一口二口飲んでみようと思います。いやー、冷たいわ。おお、めっちゃ冷たい。今朝6時20分ぐらいなんだけど、10月6時ぐらいだとやっぱ寒いね。それではいただきます。おいしい。じゃあ二口。おお、で最後三口目。うん、いやー、こんな朝早い時間帯でね、山奥の水おいしい。これで長生きできるのでしょうか。それではね、恐山の方に向かっていこうと思います。いやー、恐山近くのところまで来ましたらね、まあ霧がかかってるような感じですね。恐山のお寺の方にはまだついてないような形なんですけども、今目の前にあるのはね、私が借りたレンタカーのルークスですね、日産の軽自動車ですね。はい、で私が今いるところはなんですけども、こちらになるんですね。恐山太鼓橋というところです。目の前のね、ここにあるのが三途の川の橋ですね。そういう場所になっております。通行止めになってるんで渡れないんですけどもね、老朽化されてまして、こんな感じで、まあ木造なだけにね、苔とかちょっと生えてきちゃってますね。こんな感じですね。はい、なってまして、こちらの方に行きますと、ここでね、太鼓橋、石造りとして太鼓橋を新設しようという計画が出てまして、募金をね、募ってるような形です。はい、それでこちらの方行きますとね、はい、2つの石像が立ってるんですけども、ここはね、脱衣バーと賢寧王ですね、こちらに2つ立ってるような形なんですけども、こちらがね、脱衣バーになります。お葬式とかにですね、棺の中に六文銭を入れるという、そういう行為があるんですけども、ここのね、三途の川を渡る際にですね、通行料という形で六文銭を払うというね、そういう意味で棺の中に六文銭を入れるという形がね、ここの通行料を払うというね、理由になってるんですけども、その六文銭もし持ってない場合はですね、この脱衣バー、脱衣、まあ服を奪うということで、この脱衣バーから服を脱ぎ取られてしまうんですね。でまあすっぱだかになってしまうんですけども、でその奪われた服ですね、その服をですね、こちらの賢寧王の方にね、渡されまして、近くのね、こう枝ですかね、
こういう枝にですね衣をくくりつけまして、くくりつけた枝の部分の垂れ下がり具合ですね、それがね生きてた頃にですね罪の重さという部分をですね、枝の垂れ下がり具合、それを見て生きてた頃に罪の重さがねどのぐらいあったのかというのをね判断をするというのがね、こちらの懸念王の役割になっております。こういう場所になるんですね。はい、それではですね恐れ山のお寺の方ですね、この先にありますので、そちらの方ね向かっていこうと思います。いやーここね寒いです。山の上ですからね、10月のね恐れ山のここはですね、まあこうダウンは必要ですね、10月であっても。はい、それではね向かおうと思います。はい、恐れ山のお寺恐れ山菩提寺に到着しました。人は死ねばお山さ行くとね、人はね死ねば恐れ山ここに来るというね、まあ言い伝えがあるところですよね。亡くなった方をね供養する場所でもあります。ここはですね硫黄の温泉がねかなり出てるところでして、ここのお寺の中にですね4箇所ですね温泉がね入れる場所があります。男性専用、女性専用、男性と女性共用とねなってるお風呂っていう形で4箇所あります。まあそのうちのね1箇所をね入っていこうと思ってます。かなりね硫黄濃度が濃いというね、言われている硫黄の温泉になっております。それではね入っていきましょう。朝だけにねとても気温が低いのでキュッと引き締まるんですけども、いやー霧がかかってちょっと幻想的な、まあこれ温泉が出てるから霧なのかな、はい、そんな形です。お、ありましたよ。こちらがですね男性専用の温泉が入るところですね。で左手側こちらにですねこことここですね、女性専用のね温泉入るとこですね。ここはですね昔男性だったらしいですね。はい、だけどここは女性になってしまいまして、まあ、女性女性女湯女湯と形になってます。もう一箇所はねここの建屋の先ですね、共用の温泉があるみたいです。それともう一点なんですけども、4箇所温泉入るとこがあるんですけども、源泉はねみんな違うらしいです。はい、硫黄濃度も違かったりという形で源泉が違うみたいですね。そんなことがインターネット上に記載されておりました。いやー幻想的な景色だな、綺麗ですよ。奥の方に来ましたら奥の方にあると言ったね温泉入るとこですね。はい、あります。ちょっとねここで入っていこうと思います。いやーすげえ硫黄がめっちゃ匂ってる。こちらの温泉の湯の名前はですね花染めの湯と書いておりますね。あ、書いてありました、混浴と共同浴場ですね。それでは入っていこうと思います。うわーすごい硫黄の色してますね。いやー気持ちいいんだろうな。じゃあ入っていこうと思います。ここにねお願いというね、記載されたものがございました。当温泉は硫黄泉ですので入浴時間は3分から10分程度とし、長湯しないようにご注意ください。となお泉質上先のことに気をつけてご入浴ください。入浴の際には窓を開けて環境を良くしてお入りください。硫黄の成分が目に影響することがあります。浴槽のお湯で顔を洗わないでください。飲料には適しておりません。お湯は飲まないでくださいと、そういう形で記載されております。
最高、気持ちいい。お湯の温度なんですけども、だいたい42、3度ぐらいですかね。結構熱めです。私はちょっと厚めのお風呂好きなので、このぐらいの42、3度のお湯のね、温度はちょうどいいっていう感じなんですけども、ちょっとぬるま湯で入ってる方はね、ちょっと暑いかと思います。まあ多分あの奥の方にね、ある、まあ蛇口があるので、あれ多分水だと思うので、お水をね、入れて、まあぬるくして、まあそうすれば入れるとも思います。それとですね、タオルを忘れないように、してください。お寺の入り口にですね、売店がありまして、そちらの方でもタオルは販売されてるみたいです。入場料を払ったところのね、方に話を聞きましたら、だいたい7時40分ぐらいにオープンする、そういうことを言ってました。今現在私はね、もう6時30分ぐらいですので、まだお店の売店の方はね、営業オープンしてなかったので、まあ自前で、タオルを持ってきた形です。ぜひね、恐れ山、菩提寺の方に来られましたらね、タオル1枚持って温泉入ってみてください。いや気持ちいい、いや温泉気持ちよかったです。何度も言いますけども、恐れ山菩提寺に来ましたらね、タオル1枚持って入りに来てください。それではですね、菩提寺さんの方お参りしまして、次の場所にね向かおうと思います。いやー気持ちよかった。次の場所、上伏山展望台の方に行こうかと思ったんですけども、今こんな状態で進入禁止っていう形で入れない状態でした。はい、これはちょっと誤算でしたね。後ろに書いてある通り、8時30分からここね、開門っていう形になるので、今8時ちょっと前ぐらいなので、待ってますとちょっと今日のスケジュール上ね、遅れてしまうので、本当はねここの上伏山の展望台のね景色を皆さんにねご紹介しようかなと思ってたんですけども、すいません、これは誤算でした。入り口はですね、このような状態になってまして、朝の8時30分から夜のね9時半までここが空いてるという状態なので、今現在入れないんですけども、こちらの方にもですね看板がございまして、利用期間はですね5月から11月の3日という形になってますね。そして上伏山展望台はですね、先ほど申しました通り午前8時30分から午後の9時30分ですね。上伏山展望台に行こうかなって思ってらっしゃる方はですね、利用期間5月から11月の3日、そして展望台のね利用時間が8時半から午後の9時半ですね。これをね皆さん覚えておいてくださいね。皆さんにとってもねこれ有益な情報じゃないかと思います。はい、皆様ごめんなさい。それではね次の場所向かいたいと思います。お次に来ましたところはですね、こちらの廃駅となった大畑駅になります。こちらはですね、元はむつ市にあります下北駅からですね、ここまで大畑町にある大畑駅のところまで電車がねあって、ここは廃駅なんですけども、廃駅になる前はですね本州の最北端の駅と言われていた大畑駅になります。1939年、昭和14年12月6日にですね、鉄道省大畑線の駅として開業された場所になっております。そして1985年昭和60年7月1日にですね、日本国有鉄道、まあ昔の国鉄ですね、下北交通、今下北交通とはバス会社ですね、そちらのバス会社の下北交通に転換という、まあ民営化という形で流れまして、そして最終的にですね2001年、平成13年の4月1日にですね、下北交通大畑線廃止により廃駅になった、今からですねだいたい20年前にですね、ここの駅が廃駅になったという形になっております。そしてこちらにですね大きな木があるんですけども、こちらにね本州最北の駅とね、はい、大畑と書いてありますね。そしてこちらの左手側に行きますと、大畑町のね
観光総合案内図というものがあります、かなりね色あせて古いですね。こちらにね白と黒の線があるんですけども、下北交通大畑線のね路線の線ですね。はい、道になっております。これを見ますとね、ここに鉄道があったんだな、駅があったんだなっていうのがね分かりますね。そして駅のね中の方なんですけども、こんな感じに、ね、なっております。ここにね、改札口がありますね。それではねこの先の方ね行ってみようと思います。現在はですね、もう完全バス停のね休憩室という形になってるみたいですね。運行路線図、あとこちらにバスの運賃表ですね。はい、こんな感じになってます。ホームの方にね来たんですけども、まあ、こんな感じでね線路がねはい残ってるんですよね。はい、こうやってね線路が残ってるというのはねなんかね愛しいと言いますか、はい、なんかそんな感じがします。はい、廃墟好きもしくはね電車マニア、まあ、鉄道マニアさんにはねとてもいいね観光地じゃないかと思います。こちらにね見ますとこんな感じでね過去に使われてた駅のね、看板ですね。今現在はね名所案内という形で下風呂温泉バスで25分とか観光名所案内っていう形で使われてるみたいですね。お次はですねここの大畑駅があったところからですねこの先にですね大間線というね路線が昔ね計画されてまして、工事である程度ね作っていたそういう名残がねある場所がございます。そこのね場所をね皆さんにご紹介していこうと。結局ねこの大間線というものはね開通することはね実際実現しなかったというね幻の路線大間路線というねそういうものがございます。その名残がですね今現在も残っているところがございますので、こちらの方をね皆さんにご紹介していこうと思います。はい、こちらはですね幻の鉄道と言われてた大間線ですね、それの名残の橋になります。こうやってね今現在でもねこういう名残が残ってるんですね。ちょっと真下に来たんですけども、はい、こんな感じではいなっておりますね。ところどころでひびみたいなのがちょっと出てるような感じなんですけども、まあね追加でなんか白くなってるので、まあ、補修とかされたような感じなんですかね。はい、ちょっとね北の方に歩ってきて橋のとこまで来たんですけども、ここはですね大間鉄道二重橋六連アーチ橋の跡地になります。六連橋っていうことなのでかなりね長く作られてる形ですね。いやー立派な橋ですね。ちょっと上の方はねこちらですか、はい、もう雑草とか生えちゃってますね。はい、ちょっとね橋の上にねアンテナが立ってるますよ。ここの家のねテレビのアンテナですね。立てちゃっていいのかなわかんないってですけども、はい、電車好きの方、あとね廃墟廃駅とかまあそういうものがね好きな方はねぜひ、ここを見に来てみてください。ここのね場所のところはですね概要欄の方にですねリンク貼っておきます。ぜひねこちらのリンクの方から場所をね確認しまして見に来たい方はですねぜひここ来てみてください。ちょっとですねここの歴史を説明したいと思います。まずね下北駅から大畑駅、こちらがですね昭和12年に工事が着工、そして2年後の11月に大畑線がね無事に開通と、そして大畑駅以降ですね第二開業区間の工事として進められ、路線のね大半が完成して、終点のね大間以外ではですね駅も建設されまして、あとはね少しの未着工部分を残すのみとなったんですけども、昭和18年12月ですね鉄道建設審議会からですね戦時中の資材不足、まあメインはね鉄だと思うんですけども、その資材不足を理由にして工事の中止の指示が下ったと、はい、そういう形になっております。昭和21年ですね大間町長、あと蔡村長、あと風間浦本町ですね、あと函館町の代理らのね連名で、まあ国に工事再開の陳情がね、されたと、また国鉄内部でもですね再開の構想があったとされてるんですけども、まあ再開されることなく放置されてしまったと、放置されてしまったので今ではねこういう名残がですね残ってる形となっております。
今現在ね、下風呂温泉地区のところに来ております。で、私が今ここがですね、幻の鉄道であった大間線のね、名残の場所になります。下風呂温泉地区にもですね、こういうね、場所が残されております。こんな感じですね。線路もね、名残が残されてるんですね。ここがですね、ホームになりますね。今現在はね、観光名所の一つとして足湯がね、ここに設置されております。はい、ここにですね、下風呂駅ですね、左側ですね、こちらがですね、先ほどご紹介した大畑駅ですね。次の駅は大間駅と大間崎と、はい、形になってます。そしてこちらの方にはですね、先ほど言いました通り足湯がねございます。触ってみますとね、あーちょっと暑いぐらいの感じで、いやー気持ちいいです。あ、こちらからですね、源泉が出てるんですね。あ、触れないことないですけども、結構熱めです。はい、私はね、先ほど恐山の方でお風呂入ってきましたので、今回はね、ここ使わないんですけども、足湯ね、観光のついでとしてね、ここ足湯入ってみてください。はい、やっとね、今回の目的地の地点、大間の大間崎に到着しました。いやー、やっと着いたよ。遠かったです。マグロ一本釣りの町大間とで、書いてあります。左がですね、まあマグロなんですけども、こちらがね、まあ人の手ですね、いやーってやってるような感じなんです。ね、ここにね手があるので、もしこれが手がねなかったらですね、この部分ですよ、この部分、男性のね、ここです。卑猥な言葉ですいません、そういう風に見えちゃったもんで。下北半島国定公園大間崎、こちらに行きますとね、目の前に分かりますかね、北海道がね見えております。海沿いにですね、こんな形にですね、北海道のね各方角にですね、どんなものがあるのかというのがね記載されているところがございます。こちらにですね、函館市街地、函館山の方角がね記載されております。これをね、実際に見てみますとね、はい、わかりますかね、こちらがですね函館山になります。はい、ここですね。はい、でそしてですね、目の前のね白い縦長の建物見えますかね、これがね函館の五稜郭になりますね。今日は天気がいいのでね、こんな感じで北海道がですね見渡せております。海の方はですね、こんな感じで、まあフェンスがあるので海のね近くのところまでちょっと行けないような状態になってるんですけども、拡大して見てみますとね、こんな感じですごいクリアでかなり綺麗です。これからねお昼を食べようかと思います。やっとね今回の旅のね到着地点、ここです。海峡荘山に到着しました。やっと着きましたよ。それではね、ここで生の大間の本マグロ食べようと思います。
それではですね、いただきます。いただきます。うますぎる。なんだこれ。これうますぎる。なんだこれ。赤身です。いただきます。赤身うまい。きゅうり。きゅうりもいいね。いただきます。とろける。いただきます。ごちそうさまでした。美味しかったです。はい、海峡荘さんのねマグロ丼食べてきました。いやーめちゃくちゃうまかった。今まで人生の中で一番ね美味しかったマグロです。赤身、中トロ、大トロ全部ね入ってました。厚みもめちゃくちゃ厚かったですね。こんくらいだったかな。すごい厚かったです。はい、2500円というね金額ではね絶対東京都内じゃ食べれないですね。はい、多分倍の5000円とか6000円とかこのぐらいするぐらいのね、パフォーマンスのあるやっぱマグロになります。本場の大間の本マグロ、もう最高でした。来てよかった。それではですね、これから下北駅の方に行きまして、レンタカーを返して、そして電車に乗って青森駅の方にね向かおうと思います。そして青森駅の方に向かいましたらね、そこから夜行バスを乗って関東地方地元の方まで帰る予定です。それではね向かおうと思います。さらばよ大間崎、滞在時間40分。はい、無事にですね下北駅隣のですねレンタカー屋さん借りたところのエネオスですね、はい、そこに無事にレンタカーを返しまして、次はこちらですね下北駅で電車に乗って青森駅の方にね向かいたいと思います。駅の方にね到着しました。今現在夕方の16時、まあ4時なんですけども、ちょっと早いんですけども、これからね青森のねご当地グルメでありますね味噌カレー牛乳ラーメン、それをね食べに行こうと思ってます。元祖のねお店になっております。それではね行ってみましょう。
青森県のねご当地ラーメンである味噌カレー牛乳ラーメン、それのね元祖のお店、味の札幌大西店さんになります。この大西っていうのはね、大西さんっていう方がですね作ってるから大西っていう形なんですね。それではねちょっと早いんですけども、夕飯ね食べに行こうと思います。それではですね、まずスープからいただきます。味噌カレー牛乳ラーメン食べてきました。麺の方がですね、太麺のね縮れのもっちもちでした。麺がね、私はねとっても美味しかったですね、ここの麺は。それでスープの方なんですけども、スープの方はねクリーミーなカレーにですね、後から味噌がねふわってくるような感じのスープでした。はい、なのでまあカレーがねかなり強い主張しているようなまあスープですね。はい、とても美味しかったです。はい、お次はですねこちらの青森町中温泉ですね。はい、こちらに行こうと思います。今現在ね夕方の17時5時なんですけども、2時間後にですね19時ちょっと過ぎにですね青森駅からですね夜行バスをね乗って関東地方の方にね戻ろうと思っております。バスに乗るのでね体をねさっぱりさせて乗りたいなと思いまして、ここにですね来ようと思いました。中の方はですねさすがにちょっと撮影はね厳しいので、こちらのね、ホームページの方をですね下の概要欄の方にね、リンク貼っておきますので、ここの詳細をね知りたい方はですねそちらの概要欄の方からアクセスしてご覧になってください。それではね中の方に行ってみます。はい、お風呂にね入ってきました。今ですね青森駅のね東口のバスターミナルのところに今来ております。今回のね動画いかがだったでしょうか。今回のね大間のマグロ青森2日間ね滞在する形で動画を公開いたしました。青森県もですね調べてみると結構ねいいところがねありますので、観光でね青森の方来るのもね大変いいかと思います。いやー、大間のマグロ今思い出してもめちゃくちゃうまかった。今現在ですね16時20分ですので、あとバスの出発まで1時間前となります。これからですね私はお土産をね買ってきまして、それでバスで帰宅しようと思います。
それではですね、今回の動画は以上となります。今回の動画がね、良かったな、参考になったと思いましたらね、グッドボタン、高評価ね、それとね、下にありますチャンネル登録をですね、よろしくお願いいたします。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバーイ。